火星の変化、火星の海の変化、火星の地質学的歴史とは、地質学的に見た火星の歴史である。最初に考案された区分では、のアキア台が46億年前から35億年前、ヘスペリア台が35億年前から18億年前、最後にアマゾニア台が18億年前から現在だった。その後、太陽系の理解の向上、形成モデルのより良い定義、 惑星と焦天体の間で何十億年にもわたって起こった関係に応じて時代区分も変更された。ハートマンとニューカムは田中の創助に基づいてそれぞれ独自の年齢を持つ火星の年代順モデルを導き出した。開始時の創助は様々なモデルの改良に基づき学者や他の研究者によって何年にもわたって修正され結果も様々である。ハートマンと ニューカムから導出された年齢を使用して年代相乗を定義した。2010年にカートヘッドはハートマンとニューカムに言及し、のアキア台を41億年前から37億年前に、ヘスペリア台を30億年前までに区切ることに変更した。ヘスペリア台の終わりは不確実であり、32億年前から20億年前の範囲に及ぶ可能性がある。 ヘスペリア大の終わりは、詳細な地質図に基づいて何度か、再定義されている。現在、ヘスペリア大と前期アマゾニア大との相助協会は、バスティータスボレアリス類相の基盤として定義されている。火星は、約46億年前に、地球よりもやや早く誕生したと考えられている。先のアキス大、先のアキア大は、約十五億年前の惑星の降着と文化から、 減らす平原の形成までの感覚を表す。火星に豊富な水をもたらす前の初期の気候だと考えられている。しかし、この時代の地質学的記録のほとんどは、その後の侵食及び高気重爆撃機や火山作用によってなくなっている。の秋屋台の火星の創造図のアキス台の秋屋台は41億年前から37億年前まで続いた。この時代に、 火星の最も古い現存する表面が形成された。ノアキス代の表面は多くの大きなクレーターによって傷がついている。この時代には液体の水の存在を示す、鉱物学的、地形学的証拠がある。また、この時代は地球と同じように温暖で、その表面は海に覆われていた。この時代の火星は40億年前に形成されたと考えられる海。 アラビアに覆われていたとされる。約40億年前の火星には深さ1600メートル以上の海があり、火星の表面のかなりの部分を覆っていた。40億年前の火星は地球と同程度の約0.5気圧以上の厚い大気に覆われていたと考えられている。その当時、地面は赤くなく黒かった。また、水が豊富に存在し、大河や海があり、 生物が生息できるような環境だった。南半球には大きな湖や川があり、北半球の低地には海があったと考えられている。この時代、小惑星や隕石などが頻繁に衝突した。それに伴い大きな衝突クレーターが形成された。大きな衝突クレーターの密度は非常に高く100万平方キロメートルあたり、 直径5キロメートルを超えるクレーターが約400個以上ある。ノアキスダの大規模なクレーターのほとんどは摩耗した外観で円が非常に侵食され内部が堆積物で満たされていたと考えられている。ノアキスダのクレーターが劣化した状態は数億年後のヘスペリア大のクレーターのほぼ自然のままの外観と比較して侵食率がその後の期間よりもノアキスダで高かった。 ことを示している。ノアキス台の地形は、たくさんの古いクレーターや火山の噴出物で構成されている。現在でもノアキス台の地層は、火星表面の45%をカバーしている。それらは主に惑星の南部の高地にあるが、北部の広い地域にも存在している。ノアキス台は、侵食や谷の形成、火山活動、表面の岩の風化などにより、 豊富な相乗計算使用が生成された。そのため、この時代は、現在よりも暖かく湿潤だったと考えられている。地表を流れる水により、谷が刻まれた。谷を流れる水は、クレーターの低い部分とクレーター間のくぼみにたまり、大きな湖を形成した。南部の高地では200を超えるのアキスの故障が、確認されており、地球上のバイカル湖やカスピ海とほぼ同じ大きさの、 ものもある。また、ノアキス大は火山活動が活発な時期であり、そのほとんどがタルシス大地に集中していた。タルシス大地の大部分はノアキア大の末期に形成されたと考えられている。また、これらの火山では硫黄を含む高温の水蒸気を伴う活動が起こっていたと考えられている。その活動により火星の岩石は条件に応じて様々に 変化していたと考えられている。また、ノアキスダは、前期のアキスダ中期のアキスダ後期ノアキスダの3つの年代創序時代に分けられる。隕石の衝突頻度が下がった。一方で、火山活動が活発化した。火星表面の4分の1に当たる面積を溶岩流が覆った。この時期にタルシスが形成され、広範囲の火山活動が発生した。その結果、 膨大な量の火山物質が堆積したほか、大量のガスが大気中に放出された。タルシスを作ったマグマから放出された水とに、酸化炭素は火星の大気圧が1.5気圧、水は火星全体を120メートルもの厚さで覆うだけの量はあったとされる。またこの時期は他の時代に比べ侵食作用が盛んに進み、地表の4分の1を塗り替えたとされる。 火星の磁場は39億年前には消失したとされる。この時期に高地の火山活動が徐々に収まったとされる。ヘスペリア大は約37億年前から30億年前まで続いた火星史の中間及び後期である。この時代は激しく広範囲にわたる火山活動や壊滅的な洪水の発生率が低下した時代である。この時代に オリンポス山が形成され始めたと考えられている。当時の火星は雪ではなく雨が降るほどには温暖だったものの氷河が成長できるほどには水蒸気量が多くない温暖だが半乾燥で現在の地球でいうステップ気候のような気候だった。この時代、水が高緯度と低緯度で循環し地球の氷気と魔氷記のような定期的な変化が起きていたと 考えられている。この時代の火星は36億年前頃に形成されたと考えられる海、デウテルニルスという海洋に覆われていた。この時代の火星は深さ137メートルの液体層に覆われ、その表面積は北半球の約半分に及んでいた。約35億年前には火星の表面の3分の1以上が巨大な海に覆われていたとされ、 場所によっては、水深が 1.5km 以上あったとされる。これらの太陽は、大西洋よりも大きかったが、時の経過とともに宇宙に蒸発した。当時の水質は、pH は6.9から7.3の中性で、塩分は地球の海水の3分の1程度、そしてミネラルを豊富に含んだ水であった。そのため、地球型の生命を寄せ付けないものではなく、 生存に適したものだったと考えられている。火星の主要な構造的特徴の多くは、この時に形成された。巨大なタルシスバルジの重さが、近くに圧力をかけ、西半球全体に伸展骨折と圧縮変形機能の広大なネットワークを形成した。これらのストレスの結果として、スペリア大には、マリネリス強国などが形成された。ヘスペリア大は、前期へ、 スペリア大と後期へ、スペリア大の二つの年代創女時代に分けられる。この時期、火星は徐々に冷えていき、地表の水が氷になった。それまでは、水による V 字型の侵食が盛んだったのに対し、氷食による U 字型の侵食が見られるようになった。約39億年前に、火星の磁場は消失したが、その後37億年前にも磁場が存在していたと、される。 この時期の始めまでに大気が現在の密度まで薄くなった。この時代、火星では火山活動が終わり、重力が小さいため徐々に大気が逃げ出して次第に薄くなった。その結果、惑星が冷えていった。その後、平均気温が摂氏マイナス3度を下回ると海が凍り、上部近くに貯留された地下水が凍結し始め、 液体水のより深いゾーンの上に厚い雪氷圏が形成された。その結果、雨をもたらす水の循環が生じにくくなった。その後の火山活動、または地殻変動活動が時折、雪氷圏を破壊し、膨大な量の深い地下水を地表に放出し、巨大な流出路を切り開いた。この水の大部分は北半球に流れ込み、そこで水が溜まり、 大きな一時的な湖や氷に覆われた海が形成された可能性もある。アマゾニア台アマゾネス台アマゾン台は約30億年前から現在まで続く寒く乾燥した時代である。この時代では溶岩流、氷河、周氷河活動及び液体水の少量の放出が続いた。名称はアマゾニス平原に由来している。アマゾニア台は 火星の最も新しい地質時代であるため、地層類重の法則を通して比較的を繰り返されている。この時代の主な特徴として、クレーターの希少性が挙げられる。アマゾニア大の特徴であるクレーターの少なさは、古い時代とは異なり、細かいスケールの表面の特徴が保持されていることを意味している。良質な保存状態によりアマゾニア台の地質学的、プロセス、 火山活動、テクトニクス、クレーターの詳細な研究が可能になった。この時代の大気は火星の地場消失に伴う大規模な大気流出のため現在と同じ0.006気圧しかない。そのため地球のように温暖な気候を維持できなくなった。ただし、この時代何度か温暖化が起き一時的に温暖な環境になった。火山活動と利用できる 水の減少に伴い、最も顕著な表面風化プロセスは、大気に飛んだ火酸化物による鉄に富む岩石の、ゆっくりとした酸化が起き、惑星に現在の地表の大部分を占める色を与える赤い酸化鉄が生成された。アマゾニア大は前期アマゾニア大、中期アマゾニア大、後期アマゾニア大の3つの年代相乗時代に分けられる。この時代、 タルシス地域の火山活動が衰えた。その影響で多くの谷が形成された。マグマの噴出により新しい溶岩がタルシスを一部覆った。オリンポース山の最も最近の溶岩流出はこの時期に生じた。氷河期氷河期とは300から500万年前にあった火星の氷河期のである。また火星の氷河時代は 約40万から37万年前に終わった。大きな衛星を持たない火星の時点軸は最大で10度も変化する。火星の傾斜周期は極端で12万4000年の長さで15度から35度まで変化する。地球は月のおかげで地球の軸の傾きを効率的な範囲内に維持できている。しかし火星には地球のように安定化させる要素がないため、 軸の傾きは地球より大きく変化する。火星の自転軸が大きく傾くと気温が変化し、湿度が高くなる。これにより、雪が降るまでには至らないが、大気中の水分が土壌の隙間に入り込んで凍りつく。この層が氷河期時代の氷の層に重なり、自転軸が変化しなかった場合に比べ、緯度が低いところでも氷が残る。この時は、広い範囲で雪が降り、 氷の層が両極を中心に大きく広がった。その後、氷の大部分は蒸発してしまい、前線が後退していった。数十億年前の火星は地球と同じように温暖で、その表面は海に覆われていた。しかし、火星は地球より小さく、引力も地球の4割ほどしかなかったため、現在ではすっかり日上がり、砂漠の惑星となった。ありがとうございます。